北愛い村は、長野県南作郡の村の一つ。群馬県上野村との境に位置する人口800人、ほどの山村である。北愛い村は、面積の、約9割が山林であり、その谷間を流れる愛い川に沿って、集落を形成している。大日本徳農家名館によれば、北愛い村の徳農家は、井出花の進む、菊池太郎。 高見沢薫、渡辺106、山口久米の優、井出龍之介、木月海一郎、菊池一三郎などがいた。北池村の人口は年々減少傾向にある。2005年には1000人を割っており、平成25年度の調査では、全国で21番目に人口の少ない自治体となっている北池村の独自の政策として、山村留学事業が挙げられる。 1989年に一般社団法人育てる会と連携して事業を開始し、現在は村単独で運営を行っている。村内唯一の小学校、花丸学習会と提携した授業を展開している。村に中学校はなく、隣接する神戸町、南あ木村ともに中学校組合を作り、村の中学生のほとんどは神戸町にある。 組合立紹介中学校に通学している。なお、当校は長野県において一番長い校名である。村内唯一の保育所で定員は30人である。デイサービスや宿泊型支援などといった介護を受けることができる。村民であれば無料で利用することができる公共浴場が設けられている。また、佐久東洋医学研究所から毎週月、日。 水曜日に医師が派遣され、鍼灸手術を行っている。尊敬のスポーツ施設で、体育館やグラウンド、マレットゴルフ場、トレーニングルームなどが設置されている。村内に、鉄道路線は走っていない。最寄り駅は、JR 東日本神戸線の神戸駅。県道124号より、餃子山を望む、餃子山かかずしこ。ありがとうございます。